表ビッグクレーター、この2人が元気よく開幕の後楽園ホールリング場にほろり姿を見せます。超人気者のコンビが登場するということで大きな拍手で迎えられております。リッキー・スティンボーとビッグスレーター、本当に素晴らしいタッグチームが出来上がりました。すでに今日対戦を決めているマイティーの上、アシュラ・ハラがリング上に登場しております。さあご覧ください、オリエントムードいっぱいに漂ってまして、リッキー・スティンボーとそして喧嘩番長のビッグスレーターがリング上に登場してまいります。本当にプロレスのニューウェーブ、プロレス界の新しいアイドルが登場いたしました。爆発的な拍手で迎えられました両選手であります。30分の一本勝負、試合に先立ちまして日本テレビより両タッグチームに花束が贈られました。マイティ井上、アシュラ原組であります。この2人にとって初めての対戦、ビッキースティンボーとビッグスレーター組、これより両タッグチームが紹介されます。大学試合、タグマッチ30分の一本勝負を行います。アウトが235ポンド、リッキー・スティンボー、リッキー・スティンボーと黒髪、オリエンタルムードがいっぱいであります。そして元気に帰ってまいりました喧嘩番長のビッグスレーター、マイキー・井上、和製ハイフライヤーズマイキー井上、そしてガッツの塊アシュラ原が紹介されました。まあ、アシュラ原に言わせますと、今日相手になるリッキー・スティンボーとディック・スレーターともに初めてということで、まあ、序盤戦はちょっと手の内を見なければいけないなというような作戦だったですね。それは当然ありますよね。ここでディック・スレーターからリッキー・スティンボートにタッチされました。ただね、はい、原の立場で言うならば、リッキー・スティンボート、ディック・スレーターともにやはりアメリカの一流選手ですからね、いわゆる負けてもともとという気持ちでね、ガンガンぶつかってほしいですね。はい、さあリッキー・スティンボート、今回のこの82年エキサイトシリーズでは山田さん、ビッグなチャンスが2つあります。まず6月4日新潟県の長岡大会で NWS 界ヘビー級チャンピオンのリック・フレアーに挑戦、そして今度は6月8日蔵前国技館では AWA の世界タッグ選手権試合にチャレンジャーチームリッキー・スティンボートは大仁田敦とタッグを組みます。ハイフライヤーズのグレッグ・ガニア、ジム・ブランデル組に挑戦ですね。そうですね、はい、まあ、正直言ってこの半年ぐらいですね、自分のホームリングではね、あまりビッグのチャンスに恵まれてなかったんですね。はい、まあそのね、ケチのつき始めというのがね、そのリック・フレアとの一戦で、せっかくチャンスをつかみながらですね、大変に惜しい試合であったということがね、一つの彼のその不運の始まりでして、その後ビッグのチャンスをつかんでないと、いうだけにね、今回ものすごく張り切ってますね。その張り切っているリッキー・スティンボーと、素晴らしい技を見せます。本当に筋肉が波を打っている、まさにこの躍動するプロレスの美学というような感じですね。やはりね、はい、本当に新しい波と言っていいんでしょうね。今回も赤道色に体が燃えています。一方のマイティ井上も飛ばしている、そのままサマーソルトドロップ2連発、豪快に飛ばしましたベテランのマイティ井上、カバーに入ります。しかし余裕を持ってリッキー・スティンボートが払いのける、足をすくいます。まだまだ余裕ありますね。はい、今なんかはね、完全にね、その余裕というものがね、大きな中に見えてますね。はい、リッキー・スティンボードからディック・スレーターにタッチされました。現在もアメリカのマットはテキサスで大暴れをしています。ディック・スレーターのバックドロップ、豪快であります。マイティ井上に大技を見せましたディック・スレーター、アシュラ原が入ります。この大技の切れ味どうですか。今のバックドロップなんか非常に思い切って投げてますね。はい、タイミング的にね、ちょっとずれたかなと思ったけれども、やはり確実にポイントは取ってますね。はい、コブラツイストに入りましたディック・スレーター、まあ、山田さん、このディック・スレーターは昨年のそういった交通事故がありまして、次期 NWS 界ヘビー級チャンピオンと呼び声が高かったんですけども、一歩後退かなというようなイメージを与えましたが、徐々にまたその王手をかけつつありますね。はい、これだけね、完全にカムバックすればですね、チャンスは十分ありますね。今度はマイティ井上が足を払って
アシュラ・ハナにタッチであります。そしてアシュラ・ハナがその足を押さえて絞り上げます。今のところね、はい、やっぱり原君まだちょっと硬くなってますね。本来の非常にラフっぽい攻撃がまだ出てませんね、はい。このマイティ井上、それからアシュラ原ともに元国際プロレスで暴れまくった中でありますけれども、やはりこの2人のチーム、マイティ井上が作戦を作るわけでしょうね。おそらくリーダーはマイティ井上でしょうね、はい。ですから、はい、今のところね、原君がまだ相手の2人の手の内をね、ちょっとその読んでる段階といいましょうか、思い切った攻撃に出れないでいますね、はい。その辺井上原ともにですね、控え室で長時間何かこう作戦を考えているようなシーンが見られましたね。それは当然ね、はい。ただもう2人のチームワークという点についてはこれはもう心配ないと見ていいですよね、はい。アシュラ原がリバースのトーホールドの体勢、このポジションは非常にいい。リックスレーターが足を払いのけようとするところ、スピニングトーホールド、アシュラ原の攻撃であります。リックスレーターはデッキスティンボートとタッチできません。このポジションは日本サイドいいですね。そうですね。でむしろね、自分が攻めてるうちにタッグをしなければいけませんね、はい。リッキースティンボート、なんとしてもディックスレーターとタッチをしたいんですが、ポジション的には距離があります。リッキースレーターはこの82年のエキサイトシリーズでは北海道の旭川でジャンボ鶴田の UN ヘビー級選手権に挑戦が決まっております。その他今回はですね、 NWS 界ヘビー級チャンピオンのリック・フレアがやってくる。このリック・フレア、リッキー・スティンボート、ディック・スレーター、あるいは日本のジャンボ鶴田、天竜、こういったところは本当にこの NWS 界ヘビー級のチャンピオンリック・フレアを倒そうという意気込みが伝わってまいりますからね。そうなんですね。ちょうどそのいわゆる一線にずらっと横一線に今並んでいるという感じですね、はい。いち早くリッキー・スティンボートは6月4日の新潟県の長岡大会で第62代の NWS 界ヘビー級チャンピオンのリック・フレアに挑戦いたします。この勝者に6月4日蔵前国技館で日本の切り札ジャンボ鶴田が挑戦するわけですね。そうなんですね。ですからジャンボ鶴田としてはですね、正直言ってどちらが勝者になるかわからないので的は絞りにくいというそのマイナスポイントはあるんだけれども、はい。この2人どちらを相手にしてもですね、ジャンボならば十分にやるだけの実力を持ってますんでね、はい、その点の不安はないでしょう。そうですね。日本で NWA の世界ヘビー級の王座の移動があるでしょうか。ディック・スレーターが攻撃を長時間受けています。アシュラ・ハラが入ってまいりました。膝を打ち当てます。そして絞り上げる。このアシュラ・ハラもチャンピオンカーニバルでは途中、危険というようなこともあったんですけども、そういった何か迷いといったものが吹っ切れたようですね。そうですね。しかしね、はい、まだ今日は彼本来の攻撃が出ないですね。今のところちょっと攻撃がオーソドックスすぎますね、はい。アシュラ・ハラの持ち味といいますと豪快さですからね。そうなんですね。ダンプ街の意味を取りますアシュラ・ハラの豪快なプロレスがまだ何を潜めております。ディック・スレーターが立ち上がりました。そしてロープに飛ばした。ディック・スレーターがカウンターのエルボーバット攻撃。さあちょっとまだ足が痛いようだ。ディッキー・スティンボートに立ちされました。日本はお母さんの国でありますディッキー・スティンボート、燃えている。キュープラトンの攻撃だ。レッグブリーカーに入りました。息が合っています。ディッキー・スティンボート、ディック・スレーター組、この2人は80年の世界最強タッグ決定リーグ戦でもタッグチームを作りましたね。そうですね。非常にね、そういう意味では息が合ってますね、はい。エルボーを落とします。本当に鍛え上げられました肉体。アシュラ・ハラの左の足を固定いたします。どちらへ持っていくんでしょうか。ニュートラルコーナー、青い鉄柱に持っていきます。青い鉄柱に打ち当てる。青い鉄柱に打ち当てます。ディッキー・スティンボートの攻撃だ。こういったアクションが非常に日本のファンの心を揺さぶります。黒い髪、ディッキー・スティンボート、そして今マイケル・井上が助っ人に入りました。カンフーファイトを見せますディッキー・スティンボート。アシュラ・ハラの足を払います。そしておっと、そのままフライングしてお腹から当たります。足4文字固めに入りました。リッキー・スティンボートの攻撃。リッキー・スティンボートの足4文字固め。この足4文字固めはどうですか。なかなかね、うまく決まってますね、はい。やはりね、こういう技というのはね、決めてからのね、
あのただ決めるということじゃなくて決めてからの絞り方なんですが、かなりうまく絞ってますよね、はい、あとマイティ井上が空中殺法助っ人で入ってまいりました。あこれ も山田がなかなかいいタイミングですね、はい、そしてレフリーのブラインドをついてディックスレーターが入ってまいります。ディックスレーターのエルボー攻撃、そして今正式にリッキー・スティンボットとアシュラ・ハナの対決となりました。10分が過ぎました。まあ、今回リッキー・スティンボートはジャンピングカンフーといった新しい技も何かこう携えているような情報がありますね。そうですね、まあ、今のところね試合の展開が楽ですからね、まだそのいわゆる新しい技は出ておりませんけれども、はい、いざとなったら出してくるでしょうね。リングの中央ディックスレーターがスピニングトーホールド2回転、アシュラ・ハナが捕まりました。アシュラ・ハナが捕まっています。完全にね、アシュラ・ハナがね目標にされてますね、はい、もう外人サイドはターゲットを絞ってますね。マイティ・井上が助っ人に入るドロップキック、ロープのハンドを利用してリッキー・スティンボートも入ってまいりました。4人の選手がリングの中、この助っ人合戦も非常に見どころであります。ディックスレーターの攻撃を注目しましょう。ドリラーホールパイドライバー脳天切り打ちだ、ゆっくりと決まりました。しかしサードロープに足が入ります。カウントは途中で中止。上品打ちがロープブレイクを命じました。2スタンプ。ディックスレーターの動きを見ていますと、山田さん、もう完全に交通事故の後遺症はないと見ていいですか。ないですね。やる動きそのものは非常にいいですね、はい、さあリッキー・スティンボートが入ってカンフーファイト、カンフーファイトを見せましたリッキー・スティンボートの攻撃。さあそして一気加勢に攻めるか。まさに筋肉が波を打ちます。鍛え上げられた肉体。リッキー・スティンボート、そしてディックスレーターにタッチ。ディックスレーターが攻撃を加える。そしてスモールパッケージホールドだ。さあカウントが入る。しかし体が崩れます。体が崩れました。しかしそれにしてもね、ちょっとあの原君やられっぱなしじゃいかんですね。もうターゲットになってることは間違いないんだから、どっかでね、はい、抜け出さなきゃダメですね。まあ、それだけリッキー・スティンボートとディック・セーバーのタッグワークがいいというようなことですか。ね、もちろんそうなんですがね、それだけで済ましちゃいけませんね、はい、なんとか繋がりゃいけません。リッキー・スティンボートがカバーに入りました。今回のリッキー・スティンボートの来日をどう見ますか。いやこれね、なかなかいいですね、非常にいいですね。ロープに飛ばしてアシュラ・ハナがダブルチョップ。リッキー・スティンボートのお株を奪うようなダブルチョップ攻撃。そして首投げ一閃、コーナーマット最上段からマイティ・井上が攻撃を加える。ダブルチョップ、そしてリッキー・スティンボートに休ませない。ネックブリーカードロップ、マイティ・井上が攻撃を加える。さあリッキーがちょっと危ないぞ。カウント1で払いのけました。リッキー・スティンボートの目の動きが厳しくなってまいりました。バックドロップ、マイティ井上の鮮やかなバックドロップ攻撃。払いのけるでしょう。払いのけましたリッキー・スティンボート。マイティ井上がやはりベテランの味を出しますね。そうですね。ですからね、もっと攻撃を続けてほしいですね。はい、リックスレーターが待っていました。逆水平です。さあ喧嘩番長、左のジャブだ、左のジャブ、そしてどういった右のアッパーカットであります。右のアッパーカット、そしてリッキー・スティンボートにタッチ。2プラスの攻撃、マイティ・井上が捕まった。アトミックドロップ、リックスレーターがさあそのままそのまま大技に持っていきます。リッキー・スティンボートが空中殺法フライングのボディアタック、そしてリッキー・スティンボートがまたタッチ。ディックスレーターが攻撃だ、フライングのエルボーバット攻撃。マイティ・イノエがグロッキーだ。さあカウント3が入りました。カウント3が入りました。鮮やかなコンビネーション、タッチワークを見せましたリッキー・スティンボート。ディックスレーター組、マイティ・イノエからカウント3を奪いました。開幕戦鮮やかな勝利を使いました。山田さん、リッキーもディックスレーターもいい動きですね。そうですね、やはりね今日の試合を見る限りね、はい、両チームのまだ実力差というものはかなりありましたね、はい、そして今回のリッキー・スティンボート、ディックスレーターそれぞれ、まあ、チャンスがあるわけですから、特にリッキー・スティンボートは日本での初めての MWS 界フリー級タイトルマッチ、
非常に注目されますね。そうですね、まあ、あの2人ともコンディションがね、今日の試合であのはっきりいいということを証明してみせただけに、はい、今後の試合というものが非常に楽しみになってきましたね、はい、全日本プロレスの82年のエキサイトシリーズ、このプロレスのニューウェーブ、リッキー・スティンボート、ディック・スレーター、頑張ってもらいたいと思います。